花の村瀬専務取締役村瀬正幸と申します。小学校3年ぐらいからあのミニバスケットに出会いまして、もうずっとバスケットにハマって、もう小中高大学ともうずっとバスケット人生という形で歩んできました。はい、将来はプロバスケット選手みたいな夢があって、やっぱり勉強苦手だったの でそこでもうずっとバスケットをやっていこうっていう、思いでやってきたんですけども、大学でちょっと挫折を味わいまして、運動の方面のそういう理学療法士をちょっと目指そうかなっていうところで、あと介護の方なんですけど就職させてもらって、でそこから3年経ったんですけども、実家がもともと花屋だったので、親を助けていこうじゃないですけど花の道に行こうっていうことを決心しまして、花屋の道に進むことになったんですけど、親はもう本当に大変な姿を僕見てるんで、けど大変だけじゃなくてやっぱいい方向に変えていかなきゃならない、そういう土台があるってことはもちろん助かってますし、ただやっぱりその自分たち時代に変えていくっていう、やっぱりこれからやっぱり時代の先に行かないとやっぱり置いていかれますので、やっぱりそういったところではもう何の仕事もそうですけど、どん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 前に進んでチャレンジしていった方がいいかなと思ってます。僕富士山見るのがすごい好きで、自分の店 の外にもオリーブがでかいのがあるんですけど、このオリーブから見る富士山っていうのが僕すごい好きで、もうそこでなんかいろいろやっぱり悩みってあるじゃないですか、そこが全部クリアにできて、ね、本当に富士山が後ろにあって仕事ができるっていうのは誇りだなとも思うし、そういう恵まれた環境でこうやって生活できるっていうのはすごい今になって余計強く思います。本当に一つ一つの出会いでこうやって大きくしていったっていうのがありますので、やっぱり一つはもう出会いを大切にする。本当に若い人たちは僕どん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 外行ってなんか強い気持ちを持ってね、なんか未来に向かって挑戦してほしいなと思います。まずは、諦めない気持ちと本当に前に向かって挑戦する気持ちを必ず失ってほしくないと思っております。必ず前に進んで向かっていれば、どんなところで失敗しても大人のみんながしっかりそれを見て評価してくれて絶対支えてくれる、それが僕は出会いであったり、そこから新しい道に開くこともたくさんありますので、ぜひ皆さん諦めずに前に向いて挑戦していってほしいなと思います。頑張ってください。